いやまだ始まってないから。マップはインディアですね。インディア、さっきやったね。やりましょう。駅ビル街で。水田いける？いや、なかなか。ショコさんの品種だね。今回コペルニクス側、パシロマレクですね。ですよ。その視点で見てみます。あ、見てないよ。現在、鈴木みずさんの視点でお送りしております。青ゲームにセンターロングで、これ入る、守っている様子ですが。ですか。センターロングの方は、神さん苦笑い。嵐さん、スナイパーですね。欲しい。一人守り。先ほど庭で、螺旋を見ていますが。さあ、敵がじわじわとにじり寄ってくる。さあ、先頭、上海紅茶館選手。ロビーまだいなかった。ご両親今おスナイパーが出てくる。さあスナイパー対決を行います。こっちながら、こっちながら、さあ一気に一気に出てくる。庭に突撃してきた。さあ2番に入ってくるか。ちょっとシュートないね。さあ田舎に3人コペルニクス。おお、はい、大丈夫。2人目音外す。さあ敵が3人攻めた。フラッシュ失敗。さあ気をつけて倒していきたいところ。ガガ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 ガもうすぐ来ない。はいはい。見ていただきたい。俺めっちゃ無視されるね。さあ今回おっと開幕シフを取りませんね。さあ有料か。これ取らない意味ってあるんですか。どうなんでしょうね。それに戻らなきゃなんですか。なるほど。あそうなるから気をつけて。めっちゃいいから。よかったよかった。ダッカーダッカーいっぱいある。ダッカーじゃない、指でいっぱい。ごめん、間違えた。こんだけある。打線2人。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。1番側に1人。大丈夫、大丈夫。鈴木みずさんばっか映すのなんか。変わって。ロングトーン。映ってない。下にもコールマン選手のカメラで見ていきましょう。で、指を切りますね。ユージ。ここで螺旋の粛清の嵐が敵を攻撃するが外します。さあ再び先ほどと同じ状況ですね。さあ4番に1番を取りました。ライフルバーライフルバーライフルバーが輝く粛清をしています。ライフルバー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 これなかなか出だし好調ですね。ねえ。おい、ジャッジは最初違うから。おい、ユージ、今回出るわ。さあ、今回相手はどう攻めてくるのか。機械で置いて。走ろう、走ろうかも。そこでボムで一人飛ばす。ナイス、ボム。ナイフレー。ナイフレー。さあ、今回敵は一番泣いてる、泣いてる、今の泣いてる。カモン、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 カモン。ここでコールマン選手のカメラで見ていきたいと思います。いい、足りてる、足りてる、足りてる。ケイさん2でいいよ。はいよ。柱裏で煙の尻に UAV 敵の気配がするが取っていけるかどうか。さあチラ見を駆使していく。おお映んないの。さあ敵が3人階段に詰めてきているが、スナイパーが詰まる。 UAV を取っていきたいところ。さあスナイパーが煙を張れるんじゃないでしょうか。これも煙を追加します。おしない。味方が煙を手前に投げてくれた。さあ敵が1番からセンターにシフトしている。これも UAV されてる。はい。さああれ UAV 付きですね。ラジオラジオ UAV ですね。シャカ選手を交代させる。さあそしてその間にセンター詰めてきてる。カメラはじゃあ上園選手で送りましょう。それだ俺グレーチェンジしてるからいいよ。おっと敵が来ている。これに気づけない。さあセンター完全に抜かしました。さあ赤点3人ついていますね。これは敵の居場所が分かっている状態。さあここで打ち合うのは鈴木みそ選手。やっぱり粘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 り。さあそして2番側にもっとフェイクをかける。嵐さんがスナイパー対決。相手のスナイパーはビルデン選手。さあここで打ち抜かれる。さあ反応スピードの差が出てしまいました。さあここで C4 が落ちている状況での敵が2番中に2人いますね。さあここで打線側とリスポン側を抑えて敵が出てくるのを待つ状態。さあどちらが先に攻撃するのか。さあ鈴木みそ選手の視点で送ります。さあスナイパーが出てくる。スナイパーが一人と相手のスナイパー早いな反応が。さあここで敵の残り2人、2人ともスナイパー。さあコールマン選手が30秒切ったぞ。さあ時間を見ての2番にかけたが敵は1番に行ってしまった。完全に読まれてしまっている。さあ1番に入られて足音を聞いていく。さあこの辺警戒していきたいところだが敵はリスポーン完全に1番の入り口に入り込んでしまっている。さあここで打ち合うか。さあ、うわー、さあ残り1人。これはワンチャンね。さあここで居場所がどこかわからない状態。さあ奥にいるのだがここでバレた。さあこれで状況は5分。ここで当たった選手。これはすごいね。これ勝てますよ。いけるよ。素晴らしいゲームでしたね。
いいよいいよいいよ。おい勝てよ。さあ、このままでいい、このままでいい。第4ラウンド目、今回は上里選手が結構詰めてますね。センターまた柱多い。泣いてる今の柱下。結構上がると思うじゃない。置いてる置いてる。上がってるから上がってる見える。上下置いてる。ヘッド狙いが。さあ、ここでコールマン選手が再び UAV で敵を取るのでしょうか。さあ、敵が階段に2人詰めてきている。2いるわ。じゃあ1枚階段2いる。下田選手スナイパーです。グレッキさん、はい、入場せよ。そうだもんね、あの人。入場せよ。押さなくて、押さなくて、押さなくて。ナイスオーバー。さあ、敵が、おっと今一瞬、あれ UAV ワンいた。階段って、階段って、階段って、階段って。さあ、これをどう対処する。コールマン選手は、まだやらないね、まださあ、今、お互い気づいてない状況。さあ、敵が出てきた。1人当たりついた。さあ、どうか、これを受けて。ドラッシュするか。敵が入ってくる。さあ、1人2人3人と抜かれてしまう。敵が全滅。さあ、上里選手が外から抜いていく。スナイパー合戦。さあ、残り2人全然いける。さあ、決めされてしまうか。さあ、1対1。柱回り、柱回り。さあ、粛清の嵐選手が。どうする。おっと、煙越しに戦う。さあ、盾が出てしまった。これは若干不利か。消えた。さあ、相手の場所は結束。あーっと、外す。最後のチャンス。惜しい。1ポイント逃してしまいました。さあ、ここで5ラウンド目。オッケーオッケー。再びしっかり守っていきたい。さあ、ここで上里選手が再び詰めている。さあ、センターはしご下広場を、このみそ選手が敵を赤点つける。さあ、敵のスナイパー足をした。もう一人エサルト。結構前上がりだね。さあ、ここで一気に引いていく。命を大事にしません。さあ、敵のスナイパーもロング顔を出してくるか。スナイパー対決となるか。ボームが食らう。さあ、赤点で半分ですね。さあ、お互いに引いているこの状況。さあ、そしてここで粛清の嵐選手が名前がかっこいいな、やっぱり。さあ、敵が出てくるか。さあ、上海紅茶館選手か、ビルズ選手。しかし外していく。さあ、再び庭を取らせてしまうこの状況。さあ、敵が2人入ってきた。おいしょ。ナイスタイミング。さあ、デトネーター側のスナイパーが出てくるか。さあ、ビルズ選手が出てくる。おっと、ここでお互い外す。さあ、緊張の一瞬。見えないわ。さあ、決めされている。おっと、鈴木みそ選手が打たれてしまうが、体力は削られていませんね。さあ、センターで上里選手が敵を抜く。さあ、残り2人。ナイスセンターで、ナイスキル、4対1。圧倒的有利。さあ、最後の守り。ここをしっかり取っていければ、後々楽になれる。さあ、フラッシュ、クラッチマン、アコ選手。なんでこのままにしちゃうんだろうね。ちょっとあの、呼びにくいですね。ちょっとね。アコ選手。ちょっと悪いね。いや、ロングレー投げてから。大丈夫だね。言うとった、エサール。アコ選手。危ない。はい。オッケー。アコ選手のね、カメラでお願いします。俺、行くわ。さあ、ここで、コールマン選手が、再び、立ってる。このポジション。ナイス。さあ、UAV 取っていきたい。さあ、敵がいると。さあ、敵が目の前にいるが、ここで UAV 取れた。さあ、UAV で敵を交代させる。そして一方、粛清の嵐選手が再び打ち合っている。さあ、スナイプしていきたいが、敵が手前まで来ている。さあ、一旦引く。鈴木みそ選手がカバーに入る。さあ、敵はビルデン選手。再びこの二人のスナイパー合戦。さあ、どちらが制するのか。いや、入れない、スケさん入れないで、見てて。さあ、膠着状態が続きます。いるね。ここで上里選手のスナイパーを見ていきたい。さあ、上海膠着感選手が出てくるか。さあ、敵は来てない。さあ、もう、ここでタイミングが悪い。非常にタイミングが悪い。さあ、ボムで牽制。さあ、お互いに赤点がついている状況。さあ、センターには、おっと、ナイス。さすがの神里選手。さあ、そして粛清の嵐選手が、ビルデン選手と打ち合うか。さあ、スナイパー合戦、注目の。まず、木を投げ入れてくる。そして、ビルデン選手が出てくる。おっと、お互いに外す。さあ、再び出てくるか、出てくるか、おっと外す。怖えな、おい。そして、一番、そして対する一番守り、敵は一番に失敗し、ここでUAVを取れない。さあ、UAV失敗、しかし、後続の敵を一人倒し、さあ、中の味方が一番全滅、4対2。いやー、惜しくないですね、これ。第7ラウンド目です。
まあ、攻守交代いたしました。さあコペルニクス攻めですね。4対2で迎えた攻め、どまどまこれはかなりプレッシャー軽いんじゃないでしょうか。小林出てきてるのは結構さあ主砲持ちが鈴木美穂選手、そこは慎重に油田を相手に取らせるじゃないですね。さあこれはなかなか攻められない。さあ冷却じゃなくて打線ですね。難しいよね。木高さあ打線木を炊いて UAV を取っていくこの作戦。さあアホ選手が前線に立つ。さあ待ち構えるのはビルデン選手。さあスナイパーに打ち出し、おっとここでボムで牽制する。さあ声を聞いていく。さあ敵が泣いているところで UAV 強兵を変化した。さあ横にがこれ打ち合う。さあやらちまう。さあさらに後続のコールマン選手、ここで4番選手を倒したいがやらちまう。そしてシュンセーラー選手もやらちまう。ヨッピー選手さすがのエイム、すごいね。さっきもそうだけど、さあ3人抜きされてしまいました。ウェイム爆破もいける。ここで選手がスナイプで打ち抜いていきたい。増えそう。こっち田舎まだよ。あれがそっと押せる。目的位置、さあ敵が2番引いてますね。これ1番だと思ってるんでしょうか。実際に C4 は1番に向かっております。さあ完全に上里選手がおとりのこの状況。さあ敵が奥の木箱に隠れているが、これに気づけるか。いやでも気づくでしょさすがに。サードが中をクリアリング、ゆっくりと男で足音を出してしまう。バレてしまった。あさあ敵が2番裏を取っている。この状況で鈴木美穂選手が完全に1番フリーダム。さあ C4 設置、ね、さあこの状況でバレてしまうがどう対処するのか。さあスモークを煙を焚いて裏取り警戒。さあ階段を上り裏取りにヨッピーさんが来るね。さあ足音を聞いて倒す順番を決めていきたい。さあまずダクトを倒す。フレッシュ。さあそしてフラッシュ正面から2人入ってきた。もうこれ設置ボムですかね。男が食らっていく。しかし赤では見えない。あー惜しい。 FNF2000 だよなあれ。ようやるわ。さあ4対3ですね。徐々に追いつかれてしまうんでしょうか。いや増えたでしょ。あれはこの有利な状況で突っ走っていきたい。逆ら強いね。大丈夫大丈夫。さあ8ラウンド目、今回の攻めはどういった立ち回りでしょうか。あごめん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 。 C4 はミソさんが持つんだね。そうですね。さあ先ほどと同じ形ですね。打線に2人センターに狙ってるから。あミソ選手が油田、今回詰めてますね。怖いなこの守り。待ち構えが怖いなメンズが。さあここから出ると完全にやれてしまう感じらが出るのでしょうか。一人で無理はしない感じですかね。さあここで打線階段詰めていきます。アホ選手いいだな。さあ前線に出ている、さあ木を巻き敵にグレネードを使わせますね。今が守りだわ。大丈夫1行こうぜ。前取るね。簡単オッケー。中庭まで取って。さあここで上里選手がセンター集まってきたね。さあ螺旋に4人。さあこれ一気に攻めてしまったアホ選手が前線に出る。もう帰っていいよアホ君。さあ庭はクリアリング完了。さあ2番に攻めていきたい。さあ上里選手が先に出るのか。煙を投げて様子を伺っていく。戻っていいよ。シフトされてるぜ。さあ敵の守り2番に2人スナイパーが一人見てきますね。鈴木溝さんの位置を見るとさっきと同じ戦法かしらね。そうですね完全に2番釣りか。おっとしかしコペルニクス側1番に寄っていますね。さあ2番釣りという状況。さあ粛清の選手がダクト前で待機。さあ一番先に出るのは誰なのか。ここの出方難しい。さあ上里選手がセンターからリスクを覗いていく。その隙間からいやらしい戦法。お今足が見えたか。外してしまう。さあここでしてくるね。ここで出るは鈴木美穂選手。さあ敵と打ち合う。1人倒す2人。高いよ高いよ。さあ一気に倒していく。一番全滅。さあ敵の残り2人。赤点がついているスナイパーを倒しておきたいところ。はしごは大丈夫。はしごは大丈夫。さあボムを投げて牽制。さあ C4 設置。その間に打ち合うはコールマン選手。さあ釈迦選手に赤点をつける。さあここで赤点ついているところを倒していきたいがなかなか倒れない。なかなか硬い。硬そうだね。硬いぞ。なかなか死なない。ダクター釈迦選手が入ってくる。そこを倒す。さあ裏からホールマンが戦う。アリソン選手が戦うみたいになってしまう。さあヨッピー選手これ赤点ついている。これ何で倒しておきたいところ。はいしょ5対3。2つ2つ。さあ今回はおっとこれ2番が2全員寄ってますね。ラッシュでしょ。ポイントマンは
いない、ポイントもいないですね。さあ対するはビルデス1人ですね。チャンスじゃないでしょうか。逆にだっていつも通りいつも通り、いやでももうセンター詰めすぎでしょ、バレるでしょ。手榴弾を投げて、さあ敵の声を聞いていく。螺旋には敵がいない。ここで UAV 取っていきたいところ。さあビルデス選手が待ち構えるが、さあここで一番先といるのはやはりアッサ選手。さあスナイパーが待ち受ける。センターからもヨッピー選手がにじり寄ってくる。これに気づけるか。さあ2番側に2人目ですね。さあ若干これ2番守りかないんじゃないでしょうか。うん、バレちゃってる。さあここで一気に入ります。入りました。さあ青木選手入りました。さあスナイパーが覗いている。後続、おっとここで UAV、 さあ UAV 付けを倒しなきゃいけないところが手前から来た。しかし味方の球も速い。さあ2番制圧。さあ裏から来るスナイパーをSR、コールマン、コールマン選手か、いや上里選手が打ち抜いていきたい。さあおっとこれ素通りさせてしまうか。タイミングがある。おっとこれよいしょ、ナイスキル。さあ正面から2人、誰がヨッピー選手とピヨ選手。さあここで3人で打ち合う、3人で打ち合う。ナイス、6対3、8ポイント。さあこれは勝てるんじゃないでしょうか。よいよいよ、足して詰めできるか。詰め注意ね。ラジャラジャ。さあ今度の声出し、今度の始まりは、はい、先ほどさっきと同じですね。さっきのさっきというと全体的に広がるやつ。そうですね。みそさんがあの一気に、そう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 。これが多分このクランのデフォルトな形じゃないでしょうか。インディアでの強くれるね。さあやはり青選手が前線に立ちますね。これこの作戦バレなければかなりね、全体的にクリアリングして薄いところを行くみたいな。ポイント。これハマれば強い作戦だと思います。さあ UAV を取り、庭をクリアリング。さあ決め打ち。さあ庭は完全にフリーダム。クリアクリア。さあ2番の中にはビルデン選手とヨッピー選手が待ち構える。さあここで上里選手がセンター。いや複製のある選手がセンター。いやオープンいいよ。どこを見ればいいのかわからない。さあ上里選手がスナイパーで2番の中を覚えていく。さあ待ち構えるはヨッピー選手。上里さん、後半のサイレントメーションの敵が見えない。さあそのコンドビーで敵の様子を伺っていく。勝負していいよ上里さん、それ右側と。オッケー、死なない程度に。さあ上里選手慎重にクリアリングしていきたいところ。敵が出てくるのを待つ感じですかね。完全に釣りだったのが今回は1番ところが。さあこれはまだバレてないでしょうね。予想、ちょっと前に出てしまいました。やっちゃいました。さあ釣りがやらちまって、ここはもう一気に出てしまいたいところですが、あくまでもゆっくりと、あくまでもサイレント。さあ階段見られていない。さあここでボムを投げれば完全にバレてしまうところだが、ここでスモーク投げる。さあ敵が寄ってくる。さあ完全に一番に寄ってくる。さあここで打ち合うがやらちまう。一人やめてやり返す。さあ一番入れるかどうか。残り二人、長津入った、長津入った。さあ赤点高めについて、おっとここでコールマン選手が一人生き残ってしまった。さあ敵二人やられちまう。おーさあやはりビルデン選手ね、やってくれますね。分かってた、スナイパー。さあ6対4、マッチポイント落ち着いて1本取っていきたい。全然有利俺ら、ここで逃げたいところだけどね。相変わらず柱もあんだな。さあ再びこの形、この形じゃね、次もこうかしらね。どうでしょうね。一人引いた、了解。さあゆっくりとクリアニングしていく。了解了解。さあ螺旋は取れた、まあ、みんな声出してって。はいはい、湯気が入ってきたね。じゃあ柱いるね。さあボムで声を出してしまう。これ聞かれてるんでしょうかね。この距離さっき1のリスナーに餌されたから。オッケーオッケー、待ち構えるな、ビルデン選手。さあコールマン選手が UAV を取っていくんでしょうか。さあ UAV 取るが誰もいない。おっと今取ったぞ。さあ UAV 突き、いや1分で、いや1分で砂が1本ずつ分かれてて、さあ北尾選手が階段通る庭を押すやつ。さあここで上里選手がセンターを覗く、ね、さあリスポンを覗き、3人やったっけ。厳しい、多いね。裏取り警戒ですね、完全に。いくよ3人じゃ。さあどう攻めるか。さあ上里選手が前に出る。さあ敵 A なしだが、右に三杯コーチマン選手、ね、外してしまうが、左から来る。さあこれは味方の援護があるのか。おっとやれてしまった。左左左左。さあ完全に2対1で打たれている状況。これはいかない。さあ青選手がその間に2番に入ってしまっているが、これ打ち勝てるか、打ち勝てるか。さあどうか、リロードタイム。さあ右から敵が来ているが、打ち返すが敵の方が早かった。さあ鈴木選手が入るがやれてしまう。さあ粛清のある選手残り1人、C4 ダウン。
さあパラならばワンチャンあります。え、きつそうだね。でもさあ敵の品種は1人ですね。まあ頭当てれば3発ですもんね。3人用がカンカンカン中継らしよう。さあここで釈迦選手が待ち構える。ここをくぐり抜けて打ってきたぞ今。ここで決め打ち倒しておきたいところ。さあやられちまう。6対5追いつかれています。まずいね。あと1本といえばいいんだけど。さああと1本が遠い。届かないのか。センターだけ中さん。さあ今回は一番ラッシュですかね。いやラッシュではない。足音消している。多分ね前がこのぐらいやってる。泣いてしまったね。さあここで油田で待ち構えるのは釈迦選手ですね。ここで声を出してしまうか。釈迦選手がお高値がつく。さあ打ち合って倒していきたい。釈迦選手がナイスキル。さあもう一人待ち構えるか。これは気づけるか。ナイスキル。さあ赤点2人ついてしまってる。さあ敵が1番に寄ってくる。さあ入り口で交戦中。さあ敵は赤点2人。さあ敵の位置は分かってしまっている。ここで1人ボムで飛ばす。さあ横川選手が止められている。ここで9番に7対5。まず1本制したのはコペルニクス。いい試合だね。素晴らしいです。あ、ワンマップで感じたぜ。1本目1本目制したのはコペルニクス。いや非常に熱い戦い。いやー素晴らしいですね。これはいけますよ。え、実はですね、事前に、コペルニクスの今回のリーダー神里選手に、はいはいはい、はい、はい、やってますけど、AP エアプレーンが出たらまずいんじゃないか。あ、逆にいけるんじゃなくて逆にエアプレーン出たらまずい。なエアプレーンだと出てる。新しいからね。そうですね。練習量っていう。ここでどのアップが出るかですね。さあ第2試合目。あれ、どこどこ行ってた。まだ。あ、得意なアップとかない。得意なのは特にないそうですね。どこでも同じだそうです。フォックスとか見てみたいな。オッケー。オッケー。オッケー。そして。今回コペルニクスが攻めないですね。これはキャノンはね、あの攻めマップなんで、まあ、正直にダッシュすれば勝てる。どんなクラン相手でも。さあどうでしょうか。おっと2が多い。さあ今回ポイントマンも出てきている。さあ鈴木みそ選手がポイントマンで前線を駆け抜ける。さあ敵は2番に1人しかいない。これはチャンスじゃないでしょうか。さあ落ち着いていくか。スモークを投げスナイパー対策。さあここで一気に流れ込んでいく。さあ2番に入り込んだ。さあどうか。敵待ち構えるのは1人。さあここでエイム勝負。さあどうか。おっと流れ込んでいく。さあ生き残りは3人。さあ釈迦選手が近づいてきているが1人やらせます。さあ赤点がついている。さあ若干不利か。さあジャンプ陣対処していきたい。さあ赤点ついているがポイントマン倒す。さあまだまだいける。さあ1人やらせます。おっとフラッシュ失敗。若干入り込むときにボム食らってしまった面が目立ちましたね今ね。さすがのデトネーター。さあ次は一番に走っていく鈴木美津。さあメレスク。ここで足音を立てつつ連通に行きましたね。さあロングミル。鈴木美津選手が近寄る。待ち構えるは釈迦選手。さあここ出るのでしょうか。気づいてんの。いや気づいてないでしょ。場所とさ さあロング練習は上里選手と釈迦選手。これはまだバレてないで。さあ打ち合う。さあ打ち合うが出たくねえなそこ、まあ、かなりあの釈迦選手引いてるんでね。手前から出てきたらやばいと。さあ鈴木水戸選手が出た。 おっとその間にアホ選手がやられてしまうのか。さあどうか。敵が詰めてきていた。次の選手が倒す。さあヨッピー選手赤点がついていた。敵の位置は分かっている状況。このコペルニクス。さあアホ選手が C4 持ち1番に寄っていく。さあ3人とも1番で合流。さあ4対2。若干人数的に不利ですね。シャオさんめっちゃ離れてる。さあ鈴木みそ選手が走っていく。英語のパラになってますね。さあフラッシュ投げてくる。さあヨッピー選手にヒット。さあヨッピー選手に1。なかなか効いた。さあ、ここでボムを投げて、いけるいける。再びボム投げて、これ釈迦選手飛ぶか。さあどうか。おっと食らった。さあ釈迦選手もなかなか溜めてくれた。ここで一番制圧ですが、敵は二人いる。そして赤先生バレしまっている。さあ居場所バレしているが、決め打ちしていく。集まってきた、ね。さあ敵は二人残っている。うわあ、おっと待たれていた。
ダッシュしませんね。いや、判断してみたけど、結構なんか止められてるところがある。ガンガン行った方がいいと思います。結構さっきセンターガンガン行ったけど、シャカさんに止められた。センターダメ。あ、ダメ。さあ、鈴木みそ選手が再び前線。さあ、待ち構えるな、シャカ選手と上海コーチャン選手。ここきつそうだね。スナイパーで見られる。2連側いるわ。1側落としな。神さん戻っていい。さあ、膠着状態。おお。あ、1つ詰めてるわ。ヨッピーさんが攻めてくる。さあ、ここで粛清のアレスの勝負。ヨッピー選手と、いや神里選手が覗いています。さあ、ヨッピー選手、これは下駄箱の裏に隠れている状況ですね。おひでた。今何週確認して見てたね。ボム。恐ろしい。まさにじゃないのに。ここですね。敵のボムです。恐ろしいボムが飛んでますね。初めて見ました。さあ、鈴木みそ選手、これ泣いてしまう。声が出てしまう。さあ、移動しておきたいところ。さあ、そこに待ち構えるのはライフガンの2人。さあ、おっと、ちなみに、バロッと一方に赤点をつけて、さあ、反対側に潜り込み、さあ、ジャンプで出て、強い倒す、しかし、赤選手がやっちまう。さあ、その速さ。さあ、赤選手は赤選手が強いのか。さあ、2番、制圧か。さあ、2番、制圧。さあ、味方も入ってくる。ここで粛清のある選手が打たれてしまう。さあ、ここで2番入り込んだ。さあ、2人が入り込み、コールマン選手が援護。さあ、シャカ選手、赤点がついているが、これ味方に任せて、が正解にストームがやられてしまう。さあ、敵が迫ってくる。さあ、接中で味方の目がしまう。さあ、1人抜いていく神里選手、2人目が飛んでくるがやられてしまう。おっと、惜しい。を倒した。3対0。そうだね。0対3か。3本取られてしまいます。ラッシュ？どうなんでしょう、攻め有利かと思いましたが、なかなか。これも、シフォ。さあ、これ1番ラッシュですね。柔らかい。さあ、敵目の前に2人いますが、ここでラッシュ投げていく。さあ、敵はどうか。さあ、ヒールネン選手が出てきたら倒す。さあ、ヨッピー選手、引くところを打ち合っていく。さあ、ロングで打ち合ったらやってしまう。硬いなぁ。あっという間に右から勝ってしまう。さあ、ヨッピー選手を倒すが、居場所割れしている。さあ、裏警戒に努める。さあ、TPG と M4。さあ、足音を消してリスポンまで引いてきたはいいが、これからどうするか。いや、さっきと感じないかな。さあ、ロングを見ていく。さあ、警戒していきたいのはシャカ選手のスナイパー。離れてるね、場所は。さあ、ロングに2人、ここで打ち合うか。さあ、シャカ選手と打ち合うが外してしまう。さあ、コールマン選手がやられてしまう。さあ、ここでシャカイコチャン選手を外す。0対4。4本ストレートで取られてしまっています。一側もう一回やんね。いや、カミさんロング見てね。これはどうなるんでしょうか。さあ、今回も1番走っていく。さあ、グロッシュ、フラッシュを投げない。さあ、目の前にはシャカ選手、ここで避けていく。さあ、一方的に赤点をつける。さあ、ここで再びフラッシュを投げる。さあ、敵の声を聞いて、ロング切った。味方のボムを待ちます。引くわ、引く引く引く。引く、大丈夫。さあ、ここまで音を出しておいて、コールマン選手、C4 が合流。神里選手が、おっと、ここでアホ選手が先制。さあ、スナイパーになってしまう。が、味方のカムが早い。さあ、ヨッピー選手、これで同時に出ていきたいところ。ヨッピー選手を倒す。さあ、1番制圧。さあ、4対3。数的に有利。さあ、鈴木みそ選手が、スナイパーで打ち合うがやってしまう。さあ、ビルゼン選手が迫ってくる。さあ、コールマン選手が倒す。そして、粛清のアレスさんを倒す。さあ、上海コーチャン選手が出てくるが、ここで打ち合うのはコールマン選手。そして、粛清のアレスさん3対1。続いて対処していきたい。さあ、赤手を見て、キムチが神里選手が勝ったのに、ああ、粛清の嵐選手。1いけるわ。さあ、1対4、ようやく1本取りました。さあ、ここで流れを変えられたのか。次交代だ。次です。やっぱり、あそこいなくなるから、それだけでいいよ。さあ、再び1番ラッシュ。もっとコールマン神里さん食らってるんだね。ワンチャン、ワンチャン一連、ワンチャン一連。貫通でスナイパーライフ食らってますね。いるね、窓にいるわ。手前側の窓にいる。さあ、スモークを投げ入れ。
詳しい点も流れる。おっとここでビルの選手が迫ってくる。この何だか倒すが赤点が再進んでしまっている。今しばらく見られると報酬される。さあ1番これはチャンス。さあしっかり設置していきたい。さあ上沢選手が裏を見ついていない。ああ上沢選手少し焦ってしまいました。さあ3対3。さあ完全に囲まれてしまっている中で籠城。完全にバレてしまう。ボムが入ってくる。すべて避けて敵を撃っていきたいが食らう。フラッシュが眩しい。さあ裏から来るのはシャカ選手。さあすごい経験してる。経験してる。さあシャカ選手が迫ってる。どうだ。すごいじわじわ来るね。やはり打ち合うタイミング決められる向こう側の方が有利ですね。ものすごい経験したけどね。さあ1対5で攻守交代。さあこの攻守交代でどう生きてくるのか。流れを変えていきたいところ。さあ敵は1番ラッシュしてきそうな雰囲気。さあ対するコペルニクスの守り、青子選手が1番の中、鈴木美沙選手も一緒。これが当たり役でコールマン選手がリスポンで1番の中を見る。見れない。もうさあここで UAV とスナイパーの対決。 UAV を取ったシャカ選手が交代。ここでフラッシュ投げていく。鈴木美穂選手が打ち合う。さあヨッピー選手を倒し、いや間違えた、2番はピオ選手ですね。さあ赤点ついてしまっている。1番の人数バレてしまっている。さあここで攻めてくるのはビルデン選手。そしてヨッピー選手、さあ1人倒したらヨッピー選手がやってしまう。さあ青選手が孤立している。さあ青選手孤立している。さあ矢島決めさせてしまう。さあこれでコールマン選手が敵のスナイパーを倒す。さあ3対1、 C4 が落ちているが気づいていない。さあどうか。さあ C4 気づいてますね。あ今見つけた。おっと広がる。そして敵を見つけた。さあ裏からコールマン選手が20秒長いか長いか長いか蹴って詰めて。さあ設置中、設置音聞こえましたね。さあ報復が飛び交い詰めていきます。さあスナイパー2人、ここでしっかりと当てていく。あ、あれはこうでいいよ。まず守りで開幕1本取りましたね。2対5。まあ、ああ誰だよ。8だから。8だから。8だから。敵は再び1番に仕掛けてくる。さあここで木を巻いて UAV。結構引き気味だね、こんな感じ。さあコールマン選手、敵がにじり寄ってくる。UAV は取れるんでしょうか。ロングロングモック、ちょっと引くわ。2連に入るだけは見てる。さあそろそろ煙の時間が敵とぶつかるんでしょうか。さあビルデン選手が出てきそうで出てこない。またロング2ランマーク2で見えんわ。さあ味方のあ見れてる。通過見れてる。さあ敵が全員5人合流しましたね。さあ1番ラッシュの構え。さあ青選手1人止められるのか。さあ1番来た。さあ青選手が打ち合う。さあまず1人赤点つけるが完全に孤立。さあ1人倒す。さあ2人目、あ2人目ヘッドショットナイス。さあ2人倒した。1人で2人倒した。しかし完全に1番に入り込まれてしまっている。さあスナイパー2人は少々厳しいか。さあ敵が顔を出してこない、出してこない。さあ完全に1対1で潰されている。さあここで残り1人神様選手がやってしまう。2対6マッチポイント。キャー強いねレポ。やっぱシャカさんがさっきと違って全然違うね。さあ今回のおっと今回守りで詰めていますね。しかしやっちまう。さあ一番全滅。あっという間に残り2人。敵は4人の持っている。上里選手が引いてるね。上里選手が1番クリアリングするが敵はいない。さあ2番に入り込まれてしまっている。 そして粛清の嵐選手がやらしまう。さあ完全に上里選手。さあ敵は2番に全員いるがこれに気づけない。さあここでシャカ選手と上里選手が打ち合うか。さあスナイパー合戦、ここで制するのはどちらか。おっと当たってしまった。手前にはライフルマン。
7対2今2ですよ、なかったわ。これで1対1ですね。コペルニクス VS デトネーター、両者1本ずつ取りました。今回は結構抑えたからね。さあ今回やはり実力差あまりない感じですね。取って取られて、前回のマップはマジインディアでしたか。次どうやと思う。次はねハンマーブローかな。 DS なんか仮色なんかやってるけどあれ、ね、いいかやってないでしょ。なんか今覚えやすい、喋ってるだけでしょ。 あ休憩、インタビューか、インタビューか、休憩だね。それきついわな、参戦です。あ、先行後攻選ぶとか。おおや、隣に見てるだけで楽しいんだけど。いや、やっぱ君運良かったよ。盛り上がるだろ。おお。さあ現在会場では、両チームのインタビューですね、行われています。1対1のこの状況、どちらが勝つのか、次の試合で試合がけする。何が時間あるなら、ないか、違うコードが持ってきてる。これ絶対に何で使い切れねえや。バンドサッカー2年やるじゃあ奥行ってない。じゃあくれ。さあ第3試合目始まります。リエス最後の試合、リエスだと思う。おっと来てしまった。これは先ほど言っていた通りの、しまいましたね。まずいな。コペルニクス苦手マップエアプレーン、これはどう対処していくか。さあ守りから。あ横に長いな。これ見にくい、見にくいよね。感染になるとね逆なんだよ。普通はこっちでしょ、マップ。そうだね、感染になると横になっちゃうんだよ。非常に見にくい、実況しづらい。さあ、守りですね、コペルニクスが。いいよ、こっち向く。多分一番ホットランドで戦いにくい場所ナンバーワンだと思う。そうですね、前回もここだったよね、前の試合。今ね、あれそうです、ね、2枚も組まかれたわ。入っただけ待ってる。キャラずっと走らわ、多分。さあ、ここで下原選手がこの字の時を打っていくが外していく。スナイパーいる。ぜひね、ここ戦い方わかんないから、こういうトップランカーの勝負見て、あこういうポジションとかなとあるといいね。コルマン、僕いる。さあ、スナイパー2人で、これ敵がこの字に完全に2番側に寄ってますね。僕いる。さあ、神里選手が、あ、僕もいる。あ、僕もいる。倒していきたいところ。あ、大丈夫、大丈夫。しかし、ここで粛清の嵐選手が打ち合うか、ヨッピー選手が手前に来ている。これ気づけるかどうか。ロングワン、あ、しまう。1、200、200、200、これまで倒す。さあ完全に今に入り込まれている。まだ2いる。さあ上里選手が打ち上げてしまう。うわあ、とアホ選手が1人。いやー、各攻撃者されてますね。デトネーター強い。これもああいう時もくまくは前に大丈夫。きついね、ここは。ただでさえ最初きついと言われてたのに来てしまうとは。残酷ですね。運転のもね、向こうは味方につけてしまうんだろうか。さあ上里選手が打ち合っていくのか、待ち構えるのは上海コーチ選手、ビルデン。さあビルデン選手がポイントマンで近づいてくる。さあここで鈴木水選手が2番までダブルドアで、おっとこれタイミングが悪い。構えるもの、おっさあ入ってきたが外してしまう。さあここで追い打ちをかけられるか。さあ逃げ切った。おお、みんな集まってくるね。
さあ、2勝目のポイント。トップ飛び返って、富田川が2番に攻め寄ってくる。いや、2入ったよ。あ、1人登るかも。さあ、再び圧。アフ1を通し、リリース。この隙間でワンチャン狙っていきたい。クロスしよう。2枚の箱から多分1人降りた。俺は2回だ見てるよ。おっと、これ四方持ちが。レジ箱で。2枚持つ。1番に向かって2枚見に行こう。さあ、2番は完全におとりか。さあ、上園選手が詰める。さあ、待ち構えるのはビルズ選手。ポイントマン。さあ、体を出してくるが、見えない。多分1やわ。見えないでしょ。あれ、1守れる。忍者されてる。さあ、今、通ってきた。さあ、入ってきた。気づけない。さあ、入ったが気づけない。さあ、2番に入り込んでいる。さあ、足音聞いていないのか。どういうことだ。見えない、リリは見えない。さあ、リアクション。さあ、ビルゼン選手は完全に。まずい。さあ、上里選手が裏取られる。が、倒す。さあ、そして1番が攻めてくる。さあ、スリっぽいけどね。ダクトに入っているのは、これはよく見えない。アクエン、見てるよ。さあ、これをどう、おっと、ここで DD ガラスに出てきた。さあ、コールマン選手が UAV 取る。さあ、3人取れましたね、今。しかしやっちまう。さあ、UAV 付き3人いる状況で、アホ選手が打ち合う。ナイスキル。さあ、そして2人目が出てくる。少し鈴木ソ選手が横からチャンチャンを入れる。そして倒す。さあ、ここのラッシュは止めておきたい。さあ、赤点1人ついているが、上海コーチャマ選手がやってくる。そして、上海コーチャマと鈴木ソ勝負。くで、ナイスキル。さあ、1対1。さあ、ここから。でもあの距離できるんだね。頭狙えれば全然いきますね。ラッキー回。アップレは投げてないよね。投げてる？巻いてないけど。もう少しで投げてる。ステーサーこれはこれはデトネタマスね。こちら国分の行く側。ポイントも一側。上里選手が再び階段のポジションで。ここボムが怖いんでしょう。ねえ、ボムいつも襲うけどね。ボム怖いよ。逆にこういう上級者同士は投げてこないんですかね。かもしれない。サカフラッシュ投げて声を聞いていきたい。さあ、上海コーチャマ選手にダメージを与えた。下水程度か。リードだと。三分の一です。さあ、ここでこの字を取らせ、狙撃してワンチャン狙っていきたい。さあ、ここで粛清の嵐選手と、あれはビルデン選手ですね。さあ、貫通で当てていきたい。さあ、出てくるが外す。さあ、赤点つけてしまう。あ、いつの間にかこれアフォ選手がセンターでやれてますね。下が選手に抜かれたんでしょうか。さあ、上里選手が詰める。さあ、1人倒せ。さあ、もう1人いるが、これは倒せるかどうか。さあ、敵は無理して詰めてこない。さあ、決め打ちで引き手。おっと、ナイスキル。さあ、C4 が落ちる。さあ、C4 はまだわからない。さあ、C4 が落ちていない。おっと、ここで矢印が見えるんでしょうか。見えなかった。見えなかった。C4 はまだ気づいていないんでしょうね。さあ、釈迦選手がスナイパーライフルをハンドガンで撃ってきた。さあ、敵2人いたとフォークが飛び交い、2番にシフトしていく。さあ、ボムを投げて、ポジションにつかせない、牽制ボム。さあ、ここで拾ったのは M4 です。さあ、M4 と TPG。さあ、後ろから近づいていく、しっかりカバーしている。さあ、ここで打ち合って勝ちたい。ナイスキル、ビルズ選手が勝ちたい。さあ、赤点2人。さあ、赤点2つついてしまっているが、状況有利。敵はスナイパー。おっと、ね、ミソ選手が打ち合うかどうか。30秒。さあ、釈迦選手、いや置いてた方がいい。最速のスナイパー、ここで打ち合うか。おっと、これ敵に外される。さあ、弾を避けていく。さあ、赤点を見てじっくりと詰めていきたい。入ってからでいい。おっと、ここでワンチャンあったか。ここで、おー、危ない。危ない。さあ、どうか。さあ、四方を設置している。さあ、設置させる。さあ、ここで粛清の嵐選手がベルスに持ち替えている。さあ、赤点を出している。一気に攻めていきたい。さあ、2人で同時に。さあ、ここで1対2、いや2対1リードしました。これは勝てます。いけるね。苦手マップだと言ってましたが、なかなか、ね、相手も苦手だ。そういうことだ。なるほど、間違いない、うん、みんな苦手。攻守交代にもすべはまた変わるかもしれない。そうだね。そこでいい方向に流れるか。俺ロングロング運が来れ。ちょうだい。さあ、今回の守りも上里選手がこの字でスナイプしていく。さあ、敵が4人流れ込む。さあ、これビルデン選手が入ってくる。さあ、ラッシュの状況。さあ、完全に2番取られてしまうか。さあ、青選手が待ち構える。さあ、ここでビルデン選手が待ち構える。反応するが足らない。さあ、ここで鈴木美穂選手がヨッピー選手と打ち合うか。さあ、ここで出ていくが1人倒しておきたい。1人倒したい。ナイスキル。さあ、無傷で倒した。さあ、2人目。さあ、粛清の嵐選手のナイスキル。さあ、ここでもう1人。さあ、もう1人。もう1人。さあ、上海コーチャマ選手、赤点がついている。さあ、援護しに行きたい。さあ、青選手がとどめを刺すか。さあ、どうか。粛清の嵐選手が打ち合う。ナイスキル。さ
あー、3対1。2本リード。いい全然いきますこれ。流れいいね。勝とう、もう。勝つしかない。いや、勝つんでしょ。さあ、第5ラウンド目。非常に熱い戦いですね。オッケーオッケー。こっちらのほうが負けてしまうような、さあ再び上里選手が彼女の敵を見ていく。さあここで鈴木武蔵選手がかなり詰めてますね。 DD さあ通路で待ち構える。ちゃったね、坂田さんが来ると。ここ取ってしまえば一人もね、なかなか何とかできるようなポジションなんでね。いや、一覧っぽいぞ。さあここでガラスを割って一応交代しましたね。命を大事に作戦。ラジオ。さあ敵は1番、いや2番側に寄ってきている上里選手がどう反応するか。さあ出てくるぞ。さあボール終了、投げられた。さあ交代せざるを得ない状況。さあいつものポジションで敵を見ていく。さあ出てくるか。さあどうか。今度木が投げ入れられる。さあここで敵が5人完全に2番に寄っている。さあ2に狙いを定めた。さあ出てくるタイミングがいつか。さあ木を投げて、これをここに誘導するっていうよ。木があるから敵がここに突っ込むだろう。誘導していく。そのまず入ってくるやつだけ食って、そこを打ち抜く。さあヨッピー選手がセンターに出てアホ選手と打ち合う体勢ですかね。これさあ敵がじりじりと出てくる。さあどうか、1人除去。さあ2人目抜いていない。2人目を、2人目をカバー。最後抜いた。複製のアレス選手ですね。さあ、これ青穂選手が打ち合って、おっと今のはどこわからないですか。青穂選手がヨッピー選手を打ち抜く。さあ残り1人、サンダー選手。ここで上里選手がボムを投げて声を聞く。さあ敵が2中に入っている。両方が飛び交う。さあここではしごを登るか。釈迦選手が赤点。さあ確実に追い込んでナイス。圧縮性のある選手。さあ4対1完全にリード。さあ最後の守り、しかも全員来てるからね。これを守り切れば5対1。最初の水準素晴らしいと思います。勝てます。デトレーナー苦手なこの枠、コペルニクス以上に苦手。ナイテナイテナイテ2枚グレープ2つ。上里選手今回詰めるね。コロナ選手、コロナ選手が詰めてきた。ナイスキル。さあ上から来る敵を注意していきたい。さあ決め打ちして引いていく。さあリロード完了して、ここからどう引いていくか。さあここで橋には敵へなし。ここで生きて帰ってくれるからな。さあ敵はいません。さあ完全に引けた。さあ無事に引いて、ここで壁一枚挟んで鈴木みそさんとヨッピー選手が打ち合う。さあどうか。ここで通路に引いていく。詰める。あそこに待ち構えのビルン選手、ここで後ろに打ち抜く。ナイスキル。さあ敵が1人。さあ赤点について、ここで UAV 付きを何なく倒していくとやられちまう。しかしこちらの入り方の選手、あれは UAV 付き。さあ UAV が付いているアホ選手がここで待機。さあ上海高時間選手、侮れない敵。さあ出てくる。ナイス。第一。さあ守り切りました。さあ攻守交代。いきなり伸び始めたね。5対1で攻守交代。これは非常に。さあどうか。さあ見ものです。苦手マップ。苦手マップと言われていましたが、さあ C4 は開幕取らないです。さあこの字ダッシュに向けて3人走っていく。この字には厄介な人もいるね。さあ上海コスカ選手と、あれはリッピオ選手ですね。あ、まだ2枚は。ダッシュを投げ合う。2枚2か。さあダッシュを投げて声を聞いていく。泣かない。この字で声をしたのか。C4 やっぱり鈴木みそさん取ったね。階段で多分見てると思う。UAV。いいよ、クレー入れた。いけない。さあここで DD を見ていきましょうか。さあデトネーターのビルレル選手と釈迦選手、2人のスナイパーが DD を怖いわ。これはもう抜けられそうにない。怖いわ。さあ抜けられそうにないと見て引いていく上里選手。センターメンバーの俺、左から2が集めて。おっとミスさん、あかんさん、シーフを捨てて、まあ、これ DD 取りに行くのか。おっと、やめた。忘れ物、シーフ忘れた。敵も食う、これ、ロング。コールマン選手、センター取るよ、センター取るよ。隠れていますね、完全に。ここに頭が、ここに頭が当ってしまっている。これ、ありか。これ大丈夫でしょうか。そして、ヨッピー選手が迫る。さあ、そこに敵へ。はい、ゴーゴーゴー。さあ、ピクピク動いてるから、おっと、これ、一気におもむろに飛び出る。さあ、センター3人で、センター3人で走っていく。ナイスキル。さあ、1対1、やってやられて。国は硬いぞ。さあ、柱部屋は完全に取ったが、これ2番どう攻めていくか。鈴木みそ選手が攻め、あぐねている。手ついてる。硬いね、まだ硬いね。さあ、釈迦選手は1番完全に取っていますね。
いや、さあここで2番3人見ていいよ俺。上里さんは何？あ、来ますね。さあ、杉水戸選手がゆっくりと歩いてクリアリングしていく。さあ、右手で持った方もついてしまう。ここで粛清のある選手がやれしまう。さあ、打ち合いで負けてしまう。さあ、残りの敵は4人。さあ、上里選手が C4 を回収したいところ。残り30秒。さあ、ワンマガジンで4人抜きなるか。すごいな。さあ、ジャンプで完全にこれはもうバレてますね。今しはバレた。もっと走ってくる、走ってくる、走ってくる。ここからの、さあ、いつものポジションにフィールデン選手がいる。さあ、打ち合いが食らってしまう。一度にそれぞれアサルト対策で置いて、大部屋、流れ持ってかれる前に持っていきたいね、そのまま、ポンポンと。流れがまずいかもしれない。まずいね。一応、両方苦手だと。こっちは苦手って言ってるからね。そうですね。あんま裏来ないね。あんま詰めて来ないわ。うん、来ない。今ぐらいな、多分ね、めっちゃ慎重にやってが来れないんだよ。さあ、今回の攻めはお互い膠着状態。見るわ。怖いなし、怖いなし。さあ、DD、コールマン選手が UAV を取ってきた。ヘリッチ、ヘリッチ、待って。音取った。これはヘリッチ、ビルデンス、ビルデンス。さあ、ボムを投げて DD をクリアリング。さあ、上里選手が入っていく。さあ、上里選手は敵がシフトしてくるところを狙う感じ。さあ、シフトしてくるのは上海コシガン選手か。さあ、打ち抜けるかどうか。抜けるのか。さあ、一人称視点で見てみましょう。さあ、どうか。来るね。さあ、これは来そうで来ない。完全に警戒してる。入れてねえよ、俺、今。いや、来ないね。オッケー、取れた。黙々は、もう来るな。そして、リリー。ルデンさんとよく、黙を巻いて、敵をおびき寄せる。おっと、これは落とし合うがお互いに外す。石中ワンと、敵に触る。H に触る。おっと、奥に一番。さあ、2番側の守りが硬いが、これに気づけるかどうか。うん、さあ、ランク見ようか。こう、上里選手が C4 拾わない。そして、センターをジャンプで。2に寄った1人。さあ、鈴木みそ選手が打ち合う。さあ、敵の下選手を倒す。さあ、そして、UAV1 のビルデン選手をスルー。突っ込んでこないと分かってるから、すごいね。他の 出口を、ね、警戒して、うん、さあここでコールマン選手を打ち合うんでしょうか。石田さんがアホこっち走って、ヨッピーさんまだ動いないんですか。コールマン選手はね、本当はパラを使いたかったんですけど、大会になって手が触れてしまうという理由で急遽 M4 に切り替えたのが分かります。あれ、ね、さあ出た。さあヨッピー選手打ち合うが近距離勝負。さあどうか。しかしヨッピー選手も瀕死だ。さあここで味方のカバーでヨッピー選手を倒すが、敵が2人迫ってくる。ヘッドショットで抜く。さあスナイパーをアホ選手が倒す。さあ残り1人、杉水戸選手が裏を通り、さあ打ち抜いていきたいが無理しない。さあボーッと倒すが赤点。落ち着いて、さあ奥行きがプロに入る。6対2マッチポイント。おっしゃさあ、これが最終ラウンドとなるのでしょうか。したいところだね、やっぱね。さあ、DD に走っていく鈴木みそ選手、これはラッシュショットでしょうか。いや、ない。しかし止まりますね、やはりボールが警戒している。それ、しゃがんでは。こっちがグレー取り返す。グレー入れたら、多分何かしてだけだと思ってる。俺、どうする？どの時点で投げる？これ、グレー投げるか。さあ、手榴弾を階段に投げ、相手の制圧に支援。これ見えないわ、してるんだ。はい、オッケーオッケー。さあこのボムで声を聞いて、声がないからこの字に向かいたいところ。さあ向かった。さあこの字に向かいない。この字制圧完了。さあこれを受けて反対側の1番、まだ DD を制圧する。おっとスナイパーが合戦。さあ敵のスナイパービルデン選手。さあ鈴木美穂選手が DD に盛り込んだ。さあ通路に入り、足音をバンバン出してガラスを割っていく。さあガラスでお取り入れ寄ってこう1下のは上海工事。まあまあ1番寄ってますね。実質2番守り1人ですからね。さあ鈴木美穂選手、手前側ワンチャン。これネトネーター相当プレッシャーでしょうか。ねえ、戦闘力落ちてますよ絶対。さあ全員これは1に寄ってますね。サードが全員1による。一気に1番取れるか。しかし敵の守りも結構1寄りですね。これは選択ミスか。さあこれは勝負ですか。さあ打ち合うか、釈迦選手の打ち合うか。外してしまう。さあ入った、ゲーム選手。さあ接地はまだしない。敵を取る。2人やられてしまった。これは痛い、これは痛い。さあ裏から攻めるのヨッピー選手。さあ、鈴木選手が1人倒すが赤点についてしまっている。残り1人、敵は3人。さあ、リロードして落ち着いていきたい。頭に当てればワンチャン。30秒。
対3。やっぱり長引き場で長引くほど向こうは多分そうですね、相手の体勢整っちゃうかもしれませんね。いきなり逃げ切りたいね。プレッシャーを与えてる状況で倒していきたい。あと1本倒したい、何としても倒したい。木箱、うん、さあ今回も DT をダッシュしていきたいところ。さあ鈴木みそ選手が前衛に出る。おっとここでスナイパー覗いていないです。ラッキー、うん、なんかジャリオンしてるよ。ジャリオンクリアリングしていく。おっとここで髪の毛クリアリング。さあ待っときない。敵は1番に寄ってくる。1番の守りはビルベン選手とヨッピー選手。ここでガラスを割ってフラッシュを投げて声を聞いていく。さあヨッピー選手が泣いた。これを受け取ったジャンプ打ちで削られてしまう。赤点がついてしまう。さあフラッシュも飛んできた。2枚取れてる。2枚取れてる。2枚取れてる。2枚取れてない。2枚取れてない。さあここで1番を取りか、ここで2番にシフトできるかどうか。さあシフトできた。完全にバレていない。さあ2番側これを受けてこの時制圧。さあそして2番によるのか。さあコールマン選手 C4 持ちも2番による。さあ対するデトネーター、これに気づけない。この煙はまずいんじゃないの。さあ煙を持って今1番にも煙が巻いているのか。さあお互い両方に煙が巻かれてどちらか。さあデトネーターの判断。おっと見にくか。さあ2寄りですね。でやはりバレてしまうか。鈴木みそさんが持ってるんです。さっきみたいにこれまた頭埋まってるんですかね。埋まってないですね。チラチラ見てる。さあボムを投げた。さあ入るか。さあ入るか。さあ UAV で覗いていく。さあ敵の姿が見えない。一気に入る。さあ3人入ったが1人やられてしまう。さあ先頭がやられて出てくるね。ここで敵を1人倒す。2人目よし、これはいける。さあ、ビルベン選手がスナイパー。さあ、赤根気づいた。リスポンにシャカ選手、これを倒せばいける。さあ、出てくる、これを打ち抜く。そして、選手、残り1人落ち着いていきたい。さあ、1対3。さあ、圧倒的有利、落ち着いていきたい。さあ、落ち着いていきたい。ヨッピー選手、赤根がついている。さあ、圧倒的有利。さあ、どうか落ち着いていきたい。赤点に消えて、タッチしていく。おっと、パラに押し替えている。チャンガールの俺。さあお互い固まって設置完了。さあ足音は出てないんでしょうか。おっと足音出てるんじゃないですか。これ出てない。ヨッピーさん、ヨッピー選手にじり寄ってくるがボムで、おっとで食らってしまう。ヨッピーも勝ってしまった。この試合制したのはコペルニクス。2対1優勝はコペルニクスです。マジで おめでとうございます。すごい試合だったね。いやー熱い。でめっちゃ汗かいてるじゃん。俺キーボード超濡れてるけど。おー叫ぶでおめでとう。あ、閉まってんだよあれ。離せ。おめでとう、おめでとうございます。いやーすごい試合だね。とてもとてもいい試合でした。いやー僕が嬉しいのはね、デトネーターのね三冠王を通射した。これまだ早いです、デトネーターは。5Aクラスですからね。5Aクラスまだ。いやーすごかったね。やっぱ本当デトも苦手だとは思わなかった。あれ絶対得意じゃない。お互い苦手でしたね。やりましたね。すごいね。皆さんのメインチャンネルの方でぜひ見てみてください。こちらは何もしないんでこれからも。いやー勝ったね。